はい、ナイスメイキ始めまして、ユリアンです。日本語喋れる、日本語でいいよね。うん、なかなかいいと思いますよ。あ、全然日本語喋れる。じゃあビールテントに行くか。じゃあ後で天気悪くなりそうだから。ああ、そっか。なんかすごい不思議なんだけど、ドイツ人とドイツ人が日本語で喋ってる。はい、すいません。昔全然なんか日本語喋ってないよ、一緒に。喋ってなかったし、喋れなかった。それもある。めっちゃうまい。じゃあ行こうか、テント行こうか。他から用意する。ここに行きますか、ビアホール。うわ、すごい雰囲気。いいんじゃない。すごっ。はい、めっちゃ綺麗、上も。オクトーバーフェストの方が多いでしょ。めっちゃ多いし、ディエンドセボス。あ、アブラマスクって。いや、ポテトラーゲン。アインのボス。何がいいの。バイスビア。バイスビア。はい、バイスビア。なんか食べる。おお、でもいろいろあるんだね。もう基本的におつまみ系でいいんじゃない。なんかモリモリのご飯は食べれない。ここ日本じゃないよ。おつまみがいい。ね、おつまみ文化はないよ、ドイツ。ドイツ料理はね、ドン。これはバイエルンのおつまみは。おつまみ、こういうのでもいいんじゃない。なんかハムとピクルスの盛り合わせ、オリーブとか。あんま好きじゃない、うん、あんま食べない、ドイツ人。いやいや、こういうのが食べる。そんな感じ、なんかつまむものと飲み物でいいんじゃない。じゃあまだ食べてないのが、ウォッサラとか。みんなでシェアしようかね。OK。 これ一番美味しそうだね。あ、よかった。見た目でね。うわ、でかっ。ウォッサラと最後にサーモン。いや、でっか、見てみんな。まくまたな、アインソーシュ。これがドイツの1リットルのビールです。すげえでかい。いい感じじゃないですか。すぐの払うのね、テーブルの。いつだっけ、今日は全部払いますよ。YouTube の会社で。いや、もうすぎやばいよ。全然気に。じゃあ、では、ポーズ、乾杯。この量がいい。これはもうタカの3杯目強だよ。あの朝ごはんはワイスウェストを食べて、それ一緒にワイスビアを飲んで、その後に YouTube ライブをやって、その時にももう一杯ビアを飲んで、で今これは素晴らしい、ね、ちゃんとあのドイツ人よりドイツ人になってる。完全に酔っ払ってしまうドイツ人も。そしてさっきのおつまみ、いいな。盛り合わせはね、ラディッシュ、大根、タム、ピクルス、トマト、チーズ。普段のビエタのはビールをカウンターで買うけど、はいはいはい、食べ物は自分で家から。そう、そういうこと。そう、持ち込んでいいんだ。持ち込んでいいんだ。ビエタ、タム。すごいね。いただきます。え？取れない。ライトじゃない油のせい。泡がすごいね。ちなみにユリのお嫁さんは日本人です。だから日本語ペラペラ。だからじゃないけど。まあ大体だからだと思いますね。実は彼女に会う前には、うん、まあまあぐらい日本語は知ってるんですけど、この彼女に会ってから随分レベルが高くなってきて、レナと一緒だね。それは違う。もともと出会いもあれでしょ、日本語が二人とも興味があって、でそれで付き合い始めてみたいな感じだよね。そうそうそう、14年前の話じゃん。16歳。もしやな、15歳、14歳。私14歳の時に17歳、ね。もうおじさんとおばさんになりましたね。そうだよ、2人とも。結婚しようはしない。まだしてないです。そういうことで日本語能力試験とか。そう、持ってないよ。持ってない。持ってないの。全く持ってない。でも1級とか取れそうだよね。0級ですよ。めちゃめちゃうまいもんね。そもそも日本語を勉強しようとしたきっかけは何ですか。お、気になるんだよ。セーラームーン。これ私だよ。偶然で勉強し始めた。うっそー。そうなんだ。本当だ。なんかアニメにハマったとかじゃなくて。それじゃなくて、14歳の頃、学校でアナウンスがあって、日本語、中国語。あの時は、あ、日本語ちょっと面白そうでやってみようと思って、まあ、完全に偶然で。はいはいはい。で、その授業に入ってたら、なんか日本の文化とか歴史とか、日本人。音楽ね。
ジュアル系が好きで、そうなんだ。でティーネイジャーの頃はすごいビジュアル系の格好もしてた。レナも一緒に？レナ知ってた。やばかったよね。私は別に良かったよ。この前友達と話してたら写真見せたら、うん、うわやべえって。やっといつも髪の毛を染めてて、ちょっと伸びてた。赤とか緑とかにしたら、いや黒と白があって、黒と赤もあって、すごい完全に黒もあったし、めっちゃファンキーな若者じゃん。もう懐かしい。懐かしいよね。そう、日本に住んだことはあるの？ないです。あ、ないな。旅行で行ったことあるよね。旅行で行ったことあるし、うん、だから住まなくてもこんなにペラペラ。すごいよね。皆さんどうですか？あのその影なんですけど、日本に住んでなくてもこんなペラペラになるんだ。だって日本で働いても全く問題ない日本語レベルで。面接も今まで日本語でやってるってことだよね。全部日本語。みんなびっくりするよね、面接官。うわすごいねってなるよね。楽しかったっす。飲んでみる？飲んでみた。これ何？これも混ざったやつ。ラートは？ラートは？ラートとゴスの違いは何？これビールの違いじゃない。ビールの違い？いや、わかんない。ヘルスワイスワイスビア？ね、ビールジュース。調べましょう。ドイツ人二人知らん。ユリもミャンマー生まれ育ちでしょ？ずっとここでしょ？そう。ユリの家族は、ユリが日本に仕事で行っちゃって、悲しいとか、行かないでとか。お母さんはね、あ、おばあちゃん悲しい。あ、そうだよね。将来はドイツに帰ってきたい。お嫁さんを連れて。今はそういう予定はない。ビールの違い、これバイスビアでできてる。これは普通のヘネスビア。うん、これヘネスだと分かったけど、あれはさ、そういうこと。Wir haben Spaß. Aber wir haben die ganze Sendung oder so. YouTube. Ja, dann. Juni の彼女はドイツ語喋れる。ドイツにいた頃はまあまあまあ喋れる。ドイツに住んでたんだ。もう5年間、6年間ドイツに。じゃあもう喋れる。今の会話は日本語わかる。ドイツ語入ってる。じゃあ電話するとしてももう日本語なんですよ。ドイツ人の人ってさ、同じ会社に10年とか20年とかあんまりいないよね。5年ぐらいでこうどん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 キャリアチェンジしていく感じするよね。昔は、日本みたいに同じ、ずっと同じ。まあ、日本もそうなりつつあるけど、日本で行くのは楽しみ。あちこちアプライしてそれぞれ最後の面接取ってるから、まあ、面接もすでに終わってるから今からお金の話になる。3カ所あって今自分で全部ジャパニーズカンパニー、それからグローバルカンパニー、グローバルカンパニーも入ってる。結構大きな企業で名前が知られてるみたいな。ああそうなの。多分問題ないですよ。じゃあ東京に呼んでもいいんだ彼女。東京行きたくない。あ、嫌なんだ。沖縄の人で東京が嫌だ。沖縄に行けばいいじゃん。安いし住みやすい。めっちゃいい。私も沖縄に住みたい。めっちゃいい。沖縄すっごくいい。だから東京の IT カンパニーで働いてリモートで沖縄で働くっていう最高っすよね。めっちゃいいよ。彼女はどこでじゃ、こっちで出会ったの？彼女はこっちに来てる時に普通で出会ったの。友達の誕生日パーティーで、みんなでベロンベロン酔っ払ってそこで出会いました。しかも寂しくなったら東京だったらドイツ人コミュニティが多分大きいのがあるから、寂しくなったら名古屋行きます。全然家に泊める。なんかお祭り始まった？多分バンド始まると。あ、真ん中で音楽流すのかな。酔っ払いが始まったね。みんな酔っ払ってるんじゃない？だってさ、これ飲んでたらみんな酔っ払う。そうですね。これちなみにここの一番小さいサイズです。これより大きいやつあるの？いや、でも小さいやつもない。あ、これのサイズね、1リットルサイズ。離婚率、多分日本の離婚率は世界の中では低いんじゃないですか。ドイツもなんか低そうだね。38.5% ドイツ。なぜ38.5%？ 4割は離婚する。多いね。結構多い。日本の離婚率、はい、35% 前後。あ、ちょっとドイツよりちょっとだけ低い。それでも多い。
より高してたね。大丈夫？頑張って。二人とも頑張って。沖縄の離婚率 40% 超えてる。じゃあユリの彼女が今沖縄人。日のせいではない。沖縄の方。じゃあ頑張ってね。頑張ります。一リットル。まだ飲むだったら飲むよ。俺は飲めるよ。じゃあこれあげる。返す返す。マックに行ったらそこでビールが買える。マックに、うん、マックのメニューに入ってる。どこにも書いてないけど、メニューに入ってる小さくビール。めっちゃ面白いじゃん。ドイツのマックでビールがない。あ、デザートがあるよ。あ、ティラミスとか、ティラミスとか。食べたかったら食べてもいいよ。そうだね。しました。ありがとう。はい、やば。じゃあこれで乾杯しようか。乾杯。乾杯。ユリはそのお酒飲みすぎてこうなんか記憶がなくなったりとかある？あ、ドイツ人はあるのか気になる。ある。あるんだ。ある、めちゃくちゃある。なんか風呂場の休暇で寝ることも。あ、そうそうそう、トイレの近くでこうやって。あ、じゃあドイツ人でもあるんだね。めちゃくちゃある。例えば日本人は日本酒とか焼酎とかめちゃくちゃ飲める。ドイツ人ならビールはめちゃくちゃ飲める。僕は沖縄に行ってそこで泡盛り、コクコク。あ、泡盛りね、めっちゃ強いよ。泡盛りほぼ1本分まで1人めっちゃ多かったですよ。めちゃめちゃ人が多い。もうこのビアホール満員になってます。みんなビール飲んで、めちゃめちゃ陽気で音楽流れてすごいわ。では出ましょうか。はい、やばい。楽しかったね。楽しい。こちらこそありがとう。次は日本だね。そうね、そう、また日本で会おう。また名古屋、よろしく。名古屋に遊びに来て。ありがとうね、気をつけて帰って。じゃあね、またね、バイバイ。じゃあなー。あっちに帰る。 OK。 ユリとバイバイして今私たちも帰ります。めちゃくちゃ飲んだね。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ドイツのコンテンツはまだ続きますので、また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。